はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日も、レナーティス続きからやっていきたいと思います。まあ、ギルド潜入作戦ですかね。工場の壊滅はちょっと失敗という感じになりまして、とりあえず風門ですね、こちらへ向かっていこうかなと。ボス戦からでございます。こりゃすげえ。どこさん気合入れてけよ。使わんけど。リスクとスリルは俺の大好物だ。下手者食いですよ。皆さんお大事に。決め台詞なやっぱりお大事に。よくわかんないけど使い方が。敵に対してのお大事にか、味方に対してのお大事にか。てかちょっとどんどんあれだね、パーツが増えていってるだけで大して変わんないのか。死にそう死にそう。よいしょ。はい、でこれがな、あの紫とかいろいろとやってくるんだけど、ちょっとねめんどくさいかったりするのかな。ほらほら、なんかあれだな、ちょっとめんどくさい感じだな。めんどくさい感じだな、武器。まあいいでしょう。はい、でルナティックからのライブンパニッシャーを決めてチェンジ。知ったと。結構厄介なのというか、ロックオンが簡単に外れちゃうのは良くないな。結構簡単に外れちゃいますね。よいしょ。まあやらせんぞ。はい、でハウンドスラッシュまでかまして、でエルさんおやすみなさい。セントバーサーカーに結構ダメージを与えてやると。マリン君変わるよ。チェンジ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 からのサモンバイツ。フクロウさんお願いします。でぶん殴っていく。チェンジ。これ体穴開いてるんだよな、ここまでしちゃうと。いって大丈夫、お薬あるから。そう簡単にしてない。今までためにためてきたお薬がありますからね。おっと危ね危ね、おっとと危ね。ちょっとこれがねマジで避けづらい。よし、やらせません。レブフィニッシャー。はいはいはい、いって。マジでこいつやりづれえっすね。いや、やらせないぞ。バラバラになってもらう。魔を切り裂け。刻みます。はい、カッコつける場合じゃないんだけど。もう押す。よしよし、オッケー。オッケー。アウンドスラッシュ。ここだ。まだいきます。リベレーターファング。ふう、チェンジ。いやもうあの見えねえ壁やめてもらっていいですか。あれ避けられたじゃん。壁なければせめて壁で止めてくれ。ちゃんとしたちゃんとした壁で止めて。よいしょ。それなら僕だって納得すっから。それだったら納得すっからさ。これがなあのマジでね、この紫色のつくやつねえ許せないんですよ。おいアイテム使ってくれ、頼むから。西島さん、サングイスメナスボテンティアティ。おーい、風景後進の嵐。余裕。マジだったかいだぜこいつ。いや、ででいやー、めんどくさこいつ。めんどくせえな。めんどくさいですね、あなたね。これがね、あのなんていうんですか、あのこのやつ特有のさ、敵の攻撃受けてから避けるみたいなやつやってるとタイミング合わなくなるのよ、マジで。動きは出せえなお前。あーちょっと、よし、OK。ちょっと待て。チェンジお願いします。集中 OK。 頼みます、サーモンアイズ。いきまーす。いやね、どんだけ回ってくんねんお前。ちょっとさ、ちょ
早起きろ、早起きろ、早起きなさいよ。まったく、まったくさ。よし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 、やっと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 きたけ、やっときたけ。サングスメナスポテンティオティ。やりづらい、いや実にやりづらいねこの敵は。高人の嵐。難敵だわ難敵。うん、オッケー、オッケー、あ、これマジで遅すぎ、マジであなたはちょっと良くないぞ。挙動がねやっぱりちょっと煮詰められてないな、もうちょっと頑張った方がいいな、この辺とかさ。マジでねこの辺の挙動が私嫌いですね。やってて楽しくないんだよやってて楽しくないんだよな、やってて楽しくないんだよ今の動き。お願いします。後進の嵐。お疲れ、お疲れじゃない、なんだよお前まだ来てんのか、ふざけやがって。マリン君代わりを決める。1ってなんだ1って。お前ふざけんなよ、そう右残しはやめてくれな。必ず生き残る終了でも張ってんのかこいつは。お疲れー、マジでお疲れ。次頑張ろう。ふう、さてお次は開門かな。というわけで開門していきましょうか。桐泉ちゃん説明してよ。あとで全部の封門を開いたらドミヌスという人がマディン君を解放してくれる。ドミヌスっていうのはまず誰だかの説明が全くないんだよね。それが最強になる方法だとマリン君は信じてるね。まあな、自分が魔法使いでなければ絶対信じねえよな。確かに痛い人としてネットに書き込んじゃいますね。あ、ビリビリやられるぞこれ。冗談でも他に漏らさないこと。封門はいくつあるの。わからない、ぼんやりした話だな。じゃあ開こう。1 2 2 3。うーん、これで4つ目。風を感じ風と共に行け。あれが次の門、フォグの呪文だ。風を感じよ、風と共に行け。ポエムかいポエムですよ、悪いかポエムで。ニカどうした。この風に吹かれたら勇気が出そうだから。ママに会いたいような、会いたくないような、会ったら私はきっと怒ってしまう。ママのせいで人生が惨めになる。どうしてルブルムに手を出したの。もうどこかで死んでいてほしい。そんなことまで思っちゃった。思って自分が嫌いになった。だからママが工場にいるって分かったら会うのが本当に怖くなって。でもここに来てよかった、勇気が出たみたい。マリン君ありがとう。どういたしまして。何もしてないし。というわけでお帰りでしょうかね。お疲れ様でした皆さん。あ、お思い出した。何、匂いの件か。この匂いあれだ、死にかけた時のあの匂い。あ、なんか海の。おお、そうだな、気味悪い暗い海の匂い。懐かしいっちゃ懐かしい。後天的魔法使い、私たちレプリカの共通体験ね。レガシーと同じになれるってことがこれ開け続けると。その海を見たのは一度だけか、その死にかけた時だけの。
私はそうだけど。俺はほとんど毎日夢で見ている。夢じゃなくてまさに臨死体験だったりして。まあ夢は死ぬことと同義だと捉える人もいるからね。どういう意味だ。ねえ、風紋を巡ろうと思ったきっかけはどこで知ったの。内緒なんだよね。父親から聞いた。結果的に遺言になった。親も魔法使いなのか。いや違う、多分違うと思う。分からんのか。分からんのか。なるほどな。まあいろいろあるじゃろう。父さん、何も思い出せないんだ。父さんの顔さえも。何それ、どういうこと。魔力の代償だ。振り返るな。前だけを見て進め。お父さん誰。マリン君大丈夫。私はギルドの内務卿シドー龍之介さん。匿名の目撃者の告発により、クジライ道郎は裁判にかけられ。ノー、助けに行かなきゃ。諸君は証言者として裁判に参加してもらいたい。場所はこちら側、アナザーの裁きの海岸だ。5月18日午前0時スクランブル交差点にフォグを出す。呪文は歴史は勝者が語るもの。以上。クジライさん助けに行かなきゃ。5月17日金曜日。魔法ギルドによる道郎さんの裁判。それがまともな裁判だとは誰も思っていなかった。一人語りか。来た来た来た。ギルドの同志募集している情報、これ読み取って。フォグはストリーム広場。呪文は同志と共にレボリューション。これまたジムじゃないの作ったの。ザキセンス。シドーが言ったスクランブル交差点のフォグはどうする。どんな罠が待っているやら。リスクが大きいよ。無視無視。オッケー、じゃあ助けに行くっちゅうことだよね。ミチロさんを助けに行こうぜ。みんなしてゴーゴー。なんだこれ、怪しい。何これ、コラボシナリオ。コラボシナリオ開始する。開始する。レベル45。ちょっと待って、レベル45。まあ行けなくはねえか。行ってみようか。何コラボ、何とコラボしたのこれ。見ても全然わかんない。何これ。バッチか？深町こういうの好きだよな。え？県外？通信障害のわけないよな。つながった？マリン君助けて。なあ。こっち県外なんだけど、なんで電話できてんだよ。知らないよ。っていうか助けて、襲われてる。は？愚者か？深町なら余裕だろ。違うの、愚者じゃない。見たこともない。でも、何、どういう、何とコラボしたのこれ。は？どこ？109枚スクランブル交差点の特攻。なんとか戦ってろ。助けに行くか。
Yet another day。 このロゴ何？さっきから人がいないよな。とりあえず109まで行くか。何これ。あ、なんか、なんかいっぱいできてる。なんか謎の何かが、まあ、とりあえず109か。どこだ109。あ、なんかムービー、ちゃんとしたムービー。あれは104になってる。マリンくん、よかった、来てくれたんだね。え、敵は何もいないぞ。さっきはいたんだよ、見たことないやつが。うよいよ、隠れて DM したんだけど誰も既読にならなくてさ。急に圏外になるし、なんか軽快な音楽聞こえるけど、何これ、何とコラボしてんの。だからマリン君に繋がって本当によかった。109のあたりにいた。ああ深町、あれを見ろ。104109は知るかなあ。そっちはなんかわからないのか。うーん、全然。ああ、いつもより街が静かだよね。ここに来るまで誰とも会っていない。フォグは通ってないよね。だからアナザーでもない。ああ、少し調べてみるか。リつうことです。調べてみるか。何これ、状況が飲み込めませんがな。行く場所は限定されてる。何ちょっと待って、このマーク似てない？何によ、さっきの缶バッジ。ああ、深町も持ってたのか。俺もさっき拾ったんだ。ん？ノイズを倒せ。ん？ノイズって何？すいません、説明求めます、説明を求めます。何が起きてんのこれ。あ、何が起きてんのこれ。こいつらだよ、109、104にいたやつ。なるほどな。よし、まず倒そう。そこからだな。倒し方はいつもと同じでいいな。オッケー。とりあえず飛んでるやつから倒そう。はい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 。オッケー。オッケー。はい。あ、ちょ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 。交代相手よろしくお願いします。よいしょ。おっと、はい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 、オッケー、どっこいしょと。はい、じゃあラストメナスで終わらせちゃいましょうか。いってらっしゃい。さすがに終わりだよね。まあ、こうやって敵を倒して気持ちよくなっていくと。アイテム何ももらえん。確かに見たことないモンスターだったな。きっとノイズだね。もしかして渋谷中にいるのかな。さあな。そういえばさっき、ん？さっき何もないのに足止めされたみたいになった。やっぱり渋谷全体がおかしい。ん？足止めとかある？ちょっと試してみようよ。何を？何を試すつもりだい？ほら、行けちゃうよ。他の場所も見てくるね。おい、一人で行くのに寂しいじゃん。寂しいじゃない。誰かいませんか？いませんか？うん、とりあえず写真だな。あ、どうも。ほら、やっぱりいた。あー、もうやるしかないか。やるしかないよ。いきますか。はい、よいしょ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 。さーてとチャージさせてくれな。あ、ちょ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 、タイミング合わなかったな。深町さんが一番今のところレベル低いからよ。あ、ちょっとちょっと遅っ、お前。よいしょ、これ手を切ってと。やっぱり他のアクションゲームやってるせいか、この
システムにまだ慣れないとこがあるんだよね。結構な10時間以上やってるのに慣れないってちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしながらちょっと私まだ慣れてなくて、このゲームのシステム。終わり、さすがに終わり。お疲れ様です。すいません、参加者ですよね。参加者誰っすか。いや誰っすか、マジで人だ。シマウマみたい。人って名前は、私はモア、カナデリンドウ。どっちが名前、え、あ、リンドウ。OK、リンドウね。あ、でもこの絵柄なんか見たことある気がする。参加者ですよね。今日のミッションって、ん、待って、参加者って何の。死神ゲーム。何、でもさっきノイズと戦ってましたよね。あの変なの、うん、戦った。ってことはじゃあバッチとか持ってたりは。あ、これさっき拾ったんだけど捨てちゃった、拾っちゃって参加か。何、どういうこと、俺と同じだ。ねえねえ、ちゃんと説明してくれる。渋谷にあって渋谷にないもの。ミッション、さっきもね変な DM 来たんだよ。そんなの無視していいと思う。いや、これクリアしないと結構ヤバめです。そうなんだ、怖ーい。リンド君はやるの。まあやらないとならないし、じゃあモアと一緒にやろう。え、この人と、初心者ってことだよな、マジで。でもさっき一人でノイズを倒してたよな。俺がクリアすればチームもなんとかなるかも。みんなも見当たらないし、とりあえず協力してもらおう。じゃあお願いします、うん、よしよし、あとデスマスやめよ。人の口調に文句を言うんじゃない。ああ、うん、お前もやめるんじゃない、自分を貫きなさい。ん、渋谷になって渋谷にないもの、なぞなぞ。ああ、109はなくなってたけど。109、うん、104になってたんだよ。面白くない109、え、4ですよね、104。え、9だよ、9、丸9。4なんて見たことなかったよ。渋谷になって渋谷にないってそれかも。ん？ 104。ここが UG の渋谷みたいにちょっと違うとしたら、UG なんだろう。UG。ここは俺の知ってる渋谷っぽいけど、モアさんの渋谷とは少し違うのかもしれない。うん、なるほど、そういう解釈。モアさんの知ってる渋谷にないものを探しましょう。よし、リンドワンで行こう。おっ、ちょっと待って。じゃあ探しに行きましょうか。渋谷って渋谷にないもの、どこ行けばいいの。この中にあんのかな、なんか。あ、なんかあるわ。立ち止まる。このブランド見たことない。ジュピター・オブ・ザ・マンケイ。ジュピも前からあるし、結構有名かも。じゃあきっとこれもそうだ、うん、モアが有名なの知らないってありえないし。おお、これでノイズみたいなの出てくるわけ。あ、出てくる出てくる。ラビットスイム、ちょっと、え、でちょっと変わりましたんでね。よいしょよいしょ、ちょっと待って、頼むわ頼むわ、行かしてくれ、俺を行かしてくれ、頼む、攻撃をして。ちょっといいタイミングで攻撃入ってこねえな、こいつ暗い。ちょっと出ない、技が出ない、技が出ない、なんでだよ。ふう、さてと、もうこいつら嫌い、こいつら嫌い。よいしょ、終わってくれ、もう安らかに眠ってくれな、頼むから。
ゆっくり休んでくださいなと。いや、お当てろ攻撃を、俺に当ててくれ攻撃頼むから。なんでそんな中途半端なことをするんだお前は。たくよ、モアちゃん最高。ちょっと使いづらいな、やっぱり。というかやっぱりモアの知ってる渋谷と違うな。でも俺の知ってる渋谷とも少し違うかも。どんなところ？普段はもっと人がいる。うん、モアの渋谷も人はすごいよ。でも今はマリン君しかいないのかも。マリン君？モアの友達。一人であちこち走り回ってるんじゃないかな。あなたが一人で行っちゃったからね。そっちは？リンドは誰かと一緒じゃないの？友達と一緒だったけど、今は俺一人っぽいですね。じゃあモアと一緒だね。友達のところに帰らないと。はい、でもミッションクリアで本当に大丈夫なのかな。 ん？どういうこと？クリアしない方がいいの？あ、いや、それはした方がいいです。じゃあ頑張ろう。はい。元気ないな。そんなことないですよ。あ、そうだ、リンドウの友達ってどんな人？よく喋るやつと、あとは同じチームの人。チームがあるんだ。友達、おしゃべりなの？仲良し？よく喋ります。俺の分まで。仲は悪くなかったかな？他の人はどんな感じ？キャラモノが好きそうなちょっと変わった人？キャラモノ好きな変わり者？俺も詳しくは知らないけど、グッズ絡みで一回殺されそうになりました。うわー、危ない人だね、危ない人だね。というわけで芝居ないものを探していきましょうか。何があるかなというところなんだけど、それがまずよくわからんよな。手で回復しつつ、まあ、普通になんかそういう、さっきはブランドものだったけど、そういうのがあるってことだよな。こっちか、入れねえ。まあ、この中で探すしかないってこと？あ、ここにあるわ。なんだこれ。ん？ジョベリコ？ジョリベコですね。あ、もしかして。リンドが知ってモアが知らないからきっと当たり。2箇所目と。さて、敵か。今度は負けない。一発勝つ。やってやる。クマさんだったら大丈夫。あの鳥がいるだけで難易度がね、激烈上がるから、とんでもない勢いで激烈上がったら、おい、よいしょよいしょよいしょ、よいしょ、はい、来てください、よいしょっと。で、L3 で止めちゃいましょうか、貴様の時をな。さあ、食らってください、ウサギ爆弾。どうぞどうぞ、ドンドンドン。このクマさんたちがさ、弱い弱いっていうか遅いんだよ。振りが遅いんじゃ、君の攻撃もっと早く振ってくれな。当たらないし、考えられます？当たらないんですよ、あの距離で。そしたらちょっと、あ、もしかしてあれか、忖度してくれてるのかな、こっちに。まあ、そういうことか、忖度ですね。よいしょ、おしまい。お疲れちゃん。モアちゃん最高。よし、レベル40。うん、ここってリンドの渋谷とも違うんだよね。違う感じですね。どうやってここに来たの？あ、バッチ拾ったから。いや、バッチは前から持ってて、バッチでゲームに参加してちょっとやばい感じになって、あーって思ったらやばい、あーってこっち来ちゃったんだ。そんな感じです。いつもだったらこうはならないんだけど。このゲームってさ、バッチ拾うと強制参加？いや、俺は友達からもらって。友達ひどいね。ってことはプレゼントだね。リンドの渋谷ってみんな死神ゲーム好きなの？いや、そうじゃないんですけど、
でも友達にもらって参加したんでしょ。参加すると買って思ってなかったですよ。普通に遊んで買い物しただけだったし。いつの間にか参加させられてて、俺もわけわかんないんですよね。早く終わらせたいですよ。だよね。ね。ねえ、リンドウの渋谷ってやっぱり面白い？はい、学校帰りでも休みでもよく行ってました。友達と？大体そうですね。腹減って何か食べたり。うん、すっごく渋谷だね。そういうところは同じだ。わかる。帰りたい気持ちわかるな。ははそうですね。なんかテンション低いな。あの坊やテンション低いね。まあこれで順番に探していけばいつか帰り道が分かるようになるという感じなんでしょうかね。でもなんか増えてる、行けるとこ特に増えてはいなさそう。何もなし。渋谷探検隊をやるしかないわけで、あ、これ行けるかと思ったけど行けない。絶対あの高さだったらさ、下くぐって行けたよね。そういうもんでもないのかな。これ、あー、こっちの方ありそうじゃない？気のせい。まあ、こうやって調べていくしかないよね、一個ずつ。しらみつぶししてくか、これだな。コング、コニー。これ、コニーコニー。これをマーが知らないはずがない。見たいな。入れそうにないですね。確かに、ウサギの、ショップなんて行かないわけはねえよな。よいしょ。こいつら巻き込んでいけるかな。よいしょ。よいしょ。オッケー。よいしょ。あ、これあと一体な。あれあれあれ、なんか消えちゃった。あれ、あ、倒した。倒したわ。はい。ん、あれ、リンドウどこ。終わった。これで全てが終わったということか。あ、いたいたいた。モアさん、今何箇所目ですか。ん、え、3箇所が終わったとこだよ。忘れたの。そうでした。次で最後ですよね。いや、知らんがな。戻ろう。お互い早く戻らなきゃ。はい。なんか急にく、お前か？え、この辺。違うよ、リンドウが。お、俺ですか？悩みでもあるの？急になんか思い出したとか？いや、早く終わらせたいなって。いや、これ、異変、最後の異変ってリンドウなんじゃないの？これ。違うかな？みんな無事のままで。リンドウってさ、すごくいい人だよね。みんな無事でとか、突然、清いこと言い出す。清い。うん。別にいいんだよ。大事だから。大事ですね。ねえ、変なこと聞くけど、さっきまでのリンドウとなんか違う気がする。同じですよ。だよね。気のせいだよね。まあ、少し違うかもしれないです。あ、やっぱり？ん？どうしたの？話してみる？いえ、今はまだ。じゃあ、後で。そうですね、多分。もっと後なら。え？リンドウじゃないの？渋谷にないものってリンドウじゃないの？違う？違った？そういうわけじゃなかった。さて、じゃあまた探しに行くか。旅に出ましょうか。で、この辺はさっき見て何も。何もじゃねえ。さっき見て解決済みと。この辺は入れない。ここも入れないよね。この辺は上、あ、行けちゃう。ここの先だな、じゃあ。ないわ。あれ？この先かと思ったけど何もなし。で、なりますと、反対側かな？こっちの方。ラビー。何もねえな。あり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 ？あー、あったあったあった、これか。ん？このマークは何のマーク？俺の方の渋谷で流行ってるやつですね。
ガットネロ。なるほど。ガットネロって名前で。うわーなんかいいな。これ猫だよね。わかんないけど多分。いつかそっちの渋谷に行けたら行ってみ、見たいな。さてまた敵か。ラストだね。ラスト。遅れて登場だね。さっさと片付けますか。ラストバウト。やめてくださる皆さん。やばいやばい。よいしょ。はい。よし行くぞと。行くぞい。まあとりあえずクマさんを倒しちゃいましょうか。よし。で行けますと。ここにさ、空飛ぶやつと下のペアを深町さんでやるって結構しんどいんだ。強すぎる敵たちが。相手だけど終了と。お疲れさ。もうちゃん最高。評価 EXP アップと。ふう、これでゲームは終わりかな。おーい、リンドー。一応終わると思います。何どうしたの、調子悪そう。大丈夫です。マリンさんたちと合流するんですよね。マリン君たちたちって他には誰もいないよ。そうですよね。リンドー、なんか変だし、さらに暗くなってない？元からです。元から？てか何か隠してるよね。知らないです。いや知ってる、隠している。違いますよ。ガード固いな。ミッション終わらせましょう。でも油断はしないでください。リンドがまさかの敵って展開じゃないよね。そう思ってもいいから油断しないでください。わかった、リンドのこと信じるね。ありがとうございます。そう、それが魔法使いの力になるから。よし、それじゃあクリアー。これでこのエリアから出られますね。なんとか今回は。ほら行けちゃうよ。他の場所も見てくるね。おいおい、一人で行くな。うっと、何これ。え、どういうこと。あ、別れた後の話か。行くよ。まあやりましょうか、そしたら。こいつらこいつらもうちょっと頑張ろうぜ。動きよし、いけるって。お前らならいけるって。なんか絶妙なんだよな。絶妙にダンスで戻ってんのか。お前らシンクロしてんじゃねえか。2人して、いや3人して、いや2人してだな。はい、じゃあこれでみんなまとめて五輪中。よいしょっと。オッケーと。お疲れ様です。知ってた。やっぱ深町さんを操るのは難しいわ。ちょっと合ってないな。でこっちでもいるわけか。あ、いっぱいいる。だる。知ってた。あー、はいはい、ノイズを倒すね。知ってた。かかってくれば。でハネます。これ飛んでくるやつ避けるのが苦手なんだよな。遅すぎ。よいしょ。いやもう早く変身せや。遅っ。ちょっとあの狙ったタイミングで変身してくれないとちょっと困っちゃうんですよね。よいしょ、まとめておしまい。しかしこんなに敵用意しなくていいのにね。おしまいか。楽勝楽勝。いや結構苦戦しちゃったけどね。バッチ発見。誰？鼻長い。誰だ？死神。桜根翔か。死神？
だよね。バッジ持ってるでしょ。これか。やっぱりあった。それ私のだから返して。なあ、街の様子が変とかノイズとか、これのせいなのか。何か知ってるだろう、教えてくれよ。そうよ、そのバッジが悪さしてんの。帰れなくなる前に早く手放した方がいいよ。ここあんたの知ってる渋谷じゃないから。なるほど、知ってたそうかそうか、擬似的にノイズで作られた渋谷だね。ああ、アナザーみたいなものか。いや、それも違うな。次元の狭間に作られた空間だから違う世界につながりもする。あんたのいた渋谷とたまたま波長があったのかもね。ほら、始まっちゃったら面倒だか。始まっちゃったか。ああ、始まっちゃった。ミッション、ミッションキャンセルするのめんどいのに。え、マジ？なんだよ、何これ、キャンセルできないし。ミッション、死神のミッション、嫌なタイトルだな。あんたの名前は？キリズミマリン。ちゃんとここはボイスが入る。じゃあキリズミマリン、残念だけど死神のゲームにようこそ。まずはミッションを終わらせること。そうしないと元の世界に戻れないから。なるほど、そういうルールか。とりあえず終われば私が何とかできる。お前一体何者なんだ。さっきも言ったじゃん、死神。偶然の参加なんて気分悪いと思うけど、始まったら終わらせないと下手したら消滅する。ノイズ見たでしょ、嘘は言ってないわよ。ミッション、何が出てくるか知らないけど手伝う。死神の責任であんたは絶対元の世界に返すから。やるしかなさそうだな、ちゃんと手伝えよ。4本足は2本足に。なんだこれ。渋谷で4本足といったら8個だけど、ああカラスになってるわ。8個は2本あんだろ、カラスの8個。ふーん、じゃあそれが答えかもね。それが答えだわ、行くか。来ました、2本足8個だね。この渋谷8個がカラスなんだ。4本足の8個ってなんだよ。犬ですね、こっちでは犬。この渋谷ノイズだから別世界にも簡単に影響されるのね。説明希望という説明なんです。あ、デッキって出てくるのね。早い、了解了解、行くよ。いやいや、またこいつ嫌いなんだぜこいつマジで嫌い、地味に言ってんだ。攻撃は一発一発。あ、終わったか。嫌い、あの子嫌い。僕知ってた。はい、次のミッション。なあ、その前にさっきの続き、この世界のことを教えてくれ。ここはノイズっていう人の思念をもとに作られた渋谷で、あんたのいた渋谷とも違うし、私のいた渋谷とも違う不安定な空間。へえ、思念、記憶ってことか。近いかな。ベースは私たちの渋谷の思念だけど、ハチ公がまさかのカラスだし、街の作りがこっちの思念にも影響されてる。なんでそんな世界が誕生したんだ。私もよくは知らない、詳しいのは別の死神だけど、そいつが言うには参加者バッジが改造されてて。バッジってあの、そう、あれを死神の誰かが改造して街にばらまいた。謎だし危険だからって私が回収してたんだけど、あとちょっとのところで急にバッジが暴走したのよ。暴走ってのはつまり、そう、この渋谷の形成とあんたの世界とのシンクロ、それで未回収のバッジがあんたたちに見えたんだと思う。だから拾った途端おかしなことになったのか。とりあえず次の場所に行かないと。ミッション内容は女神の塔は5つ不足。何これ。ああ、この世界で5つ足りていないのはあそこだな。
何5つ足りてないものなんだ。ごめん、それは分からんわ。あーなるほどね、109に104はそうね、足りてないわ、5つ足りてねえわ。ここですね、うん、ここ俺の世界では109なんだ。 9？ じゃあマルシーじゃないんだ。マルシーってへえ、そっちの渋谷とは割と違うみたいね。死神のゲームなんて存在しないし。死神か、お前死神なんだよな。そうよな、死神って何なんだ、職業か。職業っていうかそういう存在、存在、生まれた時から死神なのか。その発想なかった。そうだったらよかったかもね。生きた人間だった時期もある。死んで死神のゲームに参加して、あ、死んだ後に参加してるってことこれ。死神になった。え、死んだって。死神のゲームは死んだ者が参加する。じゃあ俺や深町は、あんたは大丈夫。てかもう一人いるってこと。ああ深町、俺の仲間だ。あいつもこの渋谷にいる。はあ、無関係な人間を二人も巻き込むとか、生きてるのに悪かったわね。あ、ごめんなさい、くしゃみが。別に生きて元の渋谷に帰れるならいい。ミッションさえやってくれれば私が何とかする。私も元の世界に帰んないといかない、いけないし。なるほど、まだ続くのか。次は何だろうか。ああ、来た来た、やっと来た来た。変身します。よいしょ、はい。でちょっと変身してる場合じゃないって、避けなきゃ。まずはよいしょ、はい、行きますか。マジこの鳥どもは、マジこの鳥どもをまず片付けないといけない。はい、まとめて処分しましょう。ゴミはゴミ箱へ、ノイズはノイズの中へ返さないといけない。ああ、まだやる気あるね。いやねえわ、やる気ないわ、全然やる気ねえわ。はい、そういうやる気ないやつにはお仕置きしてやらんといけないな。お疲れさん、楽勝、虚しい勝利だぜ。なあ、もしこのノイズに負けたらどうなる。消滅。それは文字通りの意味。そう、文字通り消えてなくなる。死神ゲームでミッションクリアできないのも負けと同じ。俺たちもだよな、参加者になってる以上は。そう、ミッションキャンセルできるのは死神だけだけど、ミッションを設定した死神の方がランクが高いと、さっきの私みたいに弾かれてキャンセル不可。へえ、だからとにかくミッションやれってことだったのか。ま、早く帰ってほしいから。死神のゲームは死んだ人間のもの、生きてる人間が混じってるの気持ち悪いのよね。死神はいる方が気持ち悪い。ならお互いさっさと終わらせた方が良さそう。なあ死神って存在、終わりはないのか。年取って死ぬことはないけど、いつか生き返ったりとかできるのか。ああ、いろいろ道はあって生き返ったりもできるけど、私は興味ない。なんで。死神の方が合ってるから。死神でも店に入って買い物もできるし、生きてる人間にちょっかいも出せるし、それで別に不満ないし。じゃあ幸せなんだ。は？極端？ミッションもう終わりならいいんだけど、もう通知は来ないな、うん、これでミッションクリアだ。お疲れさんでした。マリリー、おお、深町さん、
マリリン。会いたかった。深町無事でよかった。そいつはリンドン。この子も元の世界に戻りたいんだって。そっちの子は誰？ちょっとマリン君、なんだ？てか、なんであんたがいるわけ？改造バッジ持ってるってこと？すぐ出して。俺は持ってないって。気づいたらこの渋谷にいた。は？なんで？いつも巻き込まれてる。ああ、巻き込まれ体質なんだ。改造バッジって？あんたが深町？モアでいいよ。そっちは？って、ガットネロ。は？ね、リンド。そうですね。へえ、この状況でそんな話してたの。とんでもない事態に巻き込まれてるのに、のんびりしすぎ。のんびりしてない。はーい、喧嘩やめてくださーい。でさ、あなたの名前なんて言うの？桜根翔か。翔かちゃんか。これ良すぎる。パーカ？にゃんたんの？にゃんたんやばい。この目も尻尾も鼻も全部いい。ぬいぐるみの形がベースなんだよね。ちゃんと特徴残ってる。え、ぬいぐるみあるの？見たい。写真あるけど。見せて見せて。おお、かわいい。この画像ちょうだい。にゃんたんの？いいよ。送れんのかな？ダメなら消化ごと写真撮る。仲良くなるね、すぐにね。あ、それはちょっとやめて。あ、なんか向こうに引っ張られたわ。おん、何の音だ？これでボス的なやつか。もしかしたらこの渋谷が崩れる音かも。モアもバッジを持ってるんだっけ？それ私に返して。マリンももらっちゃダメなの？危険なものらしい。そっか、残念。これでなんとか終われそう。ほら、あんたも渋谷に帰るわよ。あれ、リンド、またまた暗くなった。何暗いって？別れが辛いみたいな話？なんでもない。最後まで聞けなかったね、話。はい、それじゃあまた。またまたなんてないから。じゃあね。え、またがあるの？一件落着。芝居に戻るぞ。ああ、オフィスに帰ろう。これまだなんかあるのか。ああ、なんか赤いけど大丈夫かな。大丈夫じゃないな。なんか来たな。なんだこれ。ランク5つ星だ。はい。はい。え、何これ。え？え？え？まだ終わらないってこと？え？あれ？ここ西口デッキだよな。なんか雰囲気違うよね。さっきの通知、まさか新しいミッションか？クマナン、あ、違う、ニャンタンか。見てあれ、ニャンタン、かわいい。めでてる場合か。行くぞ。ニャンタン。でかい。でかいニャンタン。行くよ。まあまあまあ。あ、ニャンタンが入ってきた。ああ、なるほど。そういう感じか。ちょっとやりづらい。で、ハウンドスラッシュかましておくか。まあ、数を減らさないといけないわけだな。マジで？はい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 。ニャンタン強い。
攻撃よいしょ、普通に避けてたよいしょ、よし行きましょうか。ここちょっと数減らすのも大事だよね。てか勝てえにゃんたん、にゃんたん勝てえな。よいしょ行きます。サングスメナスポテンティアティ、4万ちょい、5万くらいか。オッケー、マリリンくん、よいしょ、いけいけいけ、よいしょ。さあここからのラビスイング、ラビスイング、いきます。サンギスメナスさて食らってくれな、食らいやがれ。よいしょ、周りの人がいい塩梅に削れれば OK。 おーなんだ、でっかでかすぎにゃんたん、でかすぎにゃんたん、回復してよいしょ、跳ねていきましょうか。よいしょ、任せて。あーあーあああ、やってんねやってんね。よし、まあいいよ、順調にラスト目安溜まってっからサクサクやっていこう。後進の嵐、あ、まだいける、そんなに連発できるものなのこれどういう仕組みなんだ。後進の嵐、あ、倒した。ヤンタンおやすみ、永遠にな。知ってた、知ってた、俺ら強いから。ゼロポイントちょうだいよ、経験値。間に合い、今度こそ。ま、間に合った、やったぜ。よくわかんないけど、はあ、運命が変わった。え、何、繰り返してってこと初めてじゃないの。リンドウ、どうしてここに。運命、何何何、失敗してるってこと。ちょっとなんでこっちに戻ってんの。嫌な予感がしたから。今ね、おっきなニャンタンが出てきたの。なんで出てくる理由がわからなさすぎる。それはそうね。でもね、出てくれて幸せだった、リアルニャンタン。ここはノイズの渋谷、思念が形になる。まさかさっき私を思わで盛り上がったから出てきた。なるほど、もう何でも信じるよ。バッジは向こうに置いてきたからもう大丈夫だと思うけど。って、あれ、リンドウ、え、最初に会ったリンドウと同じ感じ、暗くなくなった。倒せたからですかね。ああ、お前が来なかったらやられてた。本当だよ、ありがとうね。これ多分何回かやり直してるぞ。失敗してる。そうだ、ショウカ、せっかくまた会えたんだし、さっきの自撮り送るよ。いいって、多分受け取れないし。諦めんなよ、ちょっと貸してみ。ああ、運命が変わった、そう言ってたな。え、あんまり覚えてないですけど、その前から様子がおかしかった。本当に嫌な予感だったのか。いや、これは知ってたな。後で敵が現れるって知ってたんじゃないのか。何か企んでいたが都合が悪くなって俺たちを助けたとか。敵が現れるの分かってました。放っておいたら全員が倒れるってことも。倒れる、ニャンタンをかく乱したり、バッジを奪ったり。ニャンタンをかく乱？いろいろ試してみたんです。みんなが無事に戻れるように。全員助けられたのが今回の行動でした。それで今やっと終われたんです。それがお前のミッションか。お前、まさか、時間が戻せるのか。まあ、そんな感じです。すごいな。でもどうして助けた？放置もできただろ。何度も時間を戻す中、マリンさんがいろいろ話してくれたり聞いてくれたりしたこともあって、俺も心が折れずに済んだから。待て、
俺は何を話したんだ。まあいろいろと、最強とは何なのかとか熱く語ってました。あとはそのテンペストの秘密とか、あ、でもなかったことになってるから大丈夫ですよ。なってんのかそれ。なってないよね。知ってるやつがいる。まあいいか、結果的に助かったし。マリンさんが倒れた世界線でドミヌスってのが現れたんだけど、絶対に話すなって言われてるんだよな。あんな運命言われなくても本人には話せないけど。何何？ねえ、何話してるの？なんでもない。これ二人にお礼です。にゃんたん、バッチ、まさかまたゲームが始まらないだろうな。大丈夫です。あ、でもそっちの世界で使えるかわかんないですけど。いいのいいの、ありがとう。あ、でもリントの話途中だったよね。全部終わってすっきりできたんで、何回かは割と聞いてもらったりもしたし。何回か？そうだったっけ。でも明るくなって安心した。なあ、本当にもらっていいのか。はい、大事なサイキックのバッチじゃないの。別にいいだろ、また戦えばどっかで手に入るし。チームに戦力下がるとゲームつまんない。は？知るかよ。後でまたいくつか足すから確認しといて。え？あ、ああどうも。それじゃあ今度こそ本当にお別れ。うん、しょうか、写真ありがとう。そんなのだけでごめん、リンドウのバッチで許して。乗っかんなよ、ケチくさ。喧嘩しないの？してないし。それじゃあね、モア、マリン。おさらばです。じゃあ俺もで、元気でね。ありがとうリンドウ。俺の方こそありがとうございました。ホグから帰る感じなんだ。ああ、俺たちも帰ろう。ちょっと本当にそれで帰れるかどうかわからんぞ。どうすんだ、違うとこ行っちゃったら。東京疎開とか行っちゃったらどうするつもりなんだよ。南元、絶対面白い。ゴミならまとめて捨ててたとこだが。ノイズが平行世界にさえつながる回だと。クククク、俺様に解けない式はない。世界は数字でできてんだ。1ミリ秒で因数分解してやるぜ。うん、 Yet another day。 109。ウィザード獲得、ニャンタン。ニャンタンの技が使用できる。ニャンタンウィザードを入手しました。ウィザードの装備画面でスキルのスロットに装備できます。新、素晴らしきこの世界。コラボシナリオクリア後も、ニャンタンと再戦できます。境界内の同じ場所を調べてください。へぇー。あー、なるほどね。というわけで、終わりと、終わりでございます。はい。ニャンタン楽しかったですね。というわけで皆さんも新素晴らしいこの世界遊んでみてください。というわけでここまでの語りは私コインでお送りいたしました。それではまた次回、レナティスの世界でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。